グレートガッポは1929年に公開されたアメリカ合衆国のドラマ映画、ミュージカル映画、ベンヘクトの短編小説、恋がたきをジェームズ・クルーズが映画化。主演はエディヒ・ホンストロハイムとベティ・カンプソン。そのアートワールドワイドピクチャーズが配給した時は一部にマルチカラーが使われていたが、現存しているものは白黒である。現在はパブリックドメインである。 グレートガッポは腹話術師。タバコを吸いながら飲食しながらオットーという名前の人形を喋らせ歌わせたりすることができる。人形を通してならペラペラ喋れるガッポだが自分の言葉ではうまく気持ちを表現できない。アシスタントで恋人のメアリーともそれで別れてしまう。そんなガッポを人形のオットーが諌める。2年後腹話術として大成功を収めた。 ガッポとオスカー。一方、メアリーはフランクという男と組んで、レビューをやっている。ある日、二組は共演する。ガッポは未だメアリーに未練があり、復縁を迫る。しかし、メアリーはフランクを愛していた。別れの時、メアリーはオットーに、愛していると告げた。収まらないガッポはオットーを殴るが、殴った後すぐ浴びる。ガッポの精神は均衡を失っていた。 デビューの最中、ステージに乱入し、グレートがっぽの名前は劇場の看板から外される。トーキー初期の作品で、セリフあり歌ありダンスありの劇的スペクタクルと、剣伝されている。ミュージカルシーンがふんだんにある。曲目は、Every Now and Then, I Am in Love with You, The New Step, The Web of Love。現存していないが、ザガガバードはカラーだった。このうち、 ウェブオブラブは巨大なクモの巣のセットの前でクモや蝶々の衣装を着たダンサーが踊るものでザガール・フロム・カルガリーで再利用されたほかクラシック・アーツ・ショーケースでその映像が流されている。批評的には良くもなく悪くもなくといったところでシュトロハイムは評価されたもののキャリアアップさせるほどではなかった。フォトプレイ士は失望させられた。クルーズはユーモアのセンスを書き 照明と脚本は最悪。ニューヨークタイムズ紙はカラーのシーンの出来の悪さを批判している。ありがとうございます。